高橋陽一、変更報道の手口を暴露。先日放送された BS 朝日の激論クロスファイアに高橋教授が出演されておられましたが、本日この番組について高橋教授がこのような発言をいたしました。あの番組で俺は完全アウェー。討論相手は事前に番組が出すデータの資料をもらっているが、俺は番組で初見。でも、その程度は、 討論相手にハンデを与えたと割り切っているとなっておりましてこの先日の放送を簡単に確認いたしましたところ高橋教授が統計などの事実に基づいて何らかの主張を行った後に金子勝さんが統計は信用できないなどと意味不明な主張を繰り返し、まあ、大人とダダをこねる子どものやり取りのようになってしまっておりました。 まあこの番組において、討論相手の人選が釣り合っていないんじゃないかと思ってしまいますし、こういった番組で使う資料が高橋教授だけに渡されていないというのは、あからさまな嫌がらせであり、平等でも公平でもありません。こういった番組の 制作方針。激論クロスファイアだけではなく、他の番組においても発生している可能性がございますので、ぜひとも全ての出演者の皆様には、このような問題が起きていないかどうか、徹底的に暴露していただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。